どんちょ、川スピです。本日は、ソロで秩父方面までツーリングをしております。で、本日の目的なんですけど、酒を買いに来ました。誰が酒グズや。俺です、はい。まあ、秩父の酒屋があるんですけど、そこの酒屋のネット通販で酒を買って店頭受け取りっていう形を取ったんですよ。まあ、なぜかっていうと、まあついでに秩父に走りに行けるからっていうのと、まあ送料もごまかせるからっていうところですね。まあほいで、まあ、酒買いに行くだけやったらもうつまらないんで、まあ、何度かツーリングスポット的なところを回って、まあ、秩父のなんか面白そうなところを紹介していけたらなと思います。まあ、全然秩父だと40分ぐらいあるんで、秩父の地の字もまだまだです。秩父はね、もう街が俺大好きなんですよ。まあ、なぜかっていうと、あ、至るところでいい酒が飲める。そう、酒が飲める。まあ今日は飲まんけどね。うん、まあ、たまにこう電車で泊まりに行って酒飲んでる時も全然あるんですよ。いろんな酒がある。日本酒、焼酎、ビール、ワイン、ウイスキー、全部そこの地元で作ってるんで、そこら辺のメジャーな酒で飲めない酒って基本的に秩父でない気がするんですよね。なので酒くずの皆さんは私のように秩父に行ってください。酒の話もしたけど、飯ももちろんうまいんですよ。あの B 級グルメの味噌ポテト、あれがね、もうジャンク。じゃがいもの天ぷらになんかちょっと甘い味噌かけたみたいな感じ、そういう感じのイメージで持ってもらえればいいんですけど、マジでうまいっす。秩父まであと20キロ、全然20キロ。まずは飯を食いに行きたいんですよ。今11時半なんですけど、なんかめちゃくちゃコスパのいい食べ放題があるらしいんで、ちょっとそこまで行ってみたいと思います。ちょっとヘルシー、そう、食べ放題やけどヘルシー、しかもコスパいいっていうね、やべえところに行きます。はい、というわけでそこのお店の近くまでやってきました。ここはどこ？秩父のちょっと奥の方にある小鹿野っていう町ですね。確かね。ああ、そうそう、小鹿野で思い出したんですけど、ここのね、この土地で作ってるね、酒がまだあるんですよ。蜂蜜のお酒があるんですよ。まあ蜂蜜酒、いわゆるミードってやつですよね。それがね、なんか製造体験やってるらしくてな、しばらくしたらそのうち行ってみよっかな。酒造り体験ツーリング。絶対土地で何も飲めへんけどな。バイクさん、こんにちは。今の女子ライダーやったな。髪長かったけど、いや、わからんな。髪長いおっちゃんの可能性全然あるな。ようこそ花すくふるさと良人へ。あ、そうそう、良人。ここじゃね。あ、ここじゃ。お疲れ様でした。はい、着きました。有名やと思ったのに意外と人おらんな。まあ、確かにな、ちょっと YouTube 探しても動画全然ないもんな、ここ。そう、ここの有名なのがこれですね。ヘルシーなやつ、味噌おでん1人前200円食べ放題っていうね。あ、アホかいっていうね。これを目的に来ました今日は。200円で腹いっぱいになれる、しかもヘルシー、最高じゃないですか。まあ、タンパク質が足りないんですけど、それに関しては先ほどプロテインを飲んだので問題なしですね。じゃあ食っていきたいと思います。はい、というわけで良人こんにゃく専門店行ってきました。マジで最高だった、うまかった。まずおでんなんですけど、まあ200円であれ食い放題はやばいですね。うん、味噌がうまいし、まあ、おでんなだけあって、まあ、だしがね染み込んでるんですよ。うまい。でもこれはね、ほんとおでんだけ食いにしてもいい。で、調子に乗ってちょっと原地カツ丼追加しちゃいました。そう、あのね、カロリーがとか言ってるくせにを足してしまいました。はい、すいませんでした、許してください。何でもしますから、何でもするとは。まあ、わらじカツ丼に関してはまあ普通って感じですからね。まあでもマジでおでんだけはマジでね、永久に食える。お店に来てた他のお客さんもずっとなんか、めちゃくちゃ美味しいですっつって、ね、2、3本ぐらいは絶対お借りしてましたからね。俺はちょっとわらじカツ丼なかったらもう2本ぐらい食ってたかもしんね。あ、で、お腹いっぱいになったら、まあ、ここの近くにね、バイク神社があるんですよ。小鹿野って、小鹿野神社っていう神社なんですけど、じゃそこにね、せっかく近くに来たからには行こうぜっていうことで、ちょっとお参りをしていこうかなと思います。昨日ソシャゲで SSR2 枚抜きしちゃって、ちょワンチャン今日ちょっとなんかね、事故って帰っちゃうんじゃないかな、事故っちゃうんじゃないかなとか思っちゃってるんで、ここで「ああ、ちょっとよろしくお願いします」っつって「あ、ご安全に返してください」っつって、ね、神頼みしてきます。めっちゃおっちゃん見られてたわ。やっぱね、結構モンスターやっぱ
道走ってると見られる確率高い気がしますね。やっぱこのヘッドライトの、このデイライトが結構やっぱ特徴的なんで、そのおかげかもしれないですね。なんか悪い気はしないですけどね。というわけで、そこの赤い鳥居が、クソデカ鳥居があると思うんですけど、そこが小鹿野神社になりますね。久しぶりに来たな。お久しぶりです。バイク神社やけど、なんか駐輪場が砂利だった気がして、結構取り回しがめんどくさかった記憶がありにけり。で、結構人おるな、やりにく。到着。よし。というわけで、無事お祈り終わりましたんで、これで俺は無敵ですね。事故りませんように、事故りませんように、ついでに彼女ができますようにって祈ったので、これは完全に生きて帰れますね。無敵です。バフがかかりました。マリオでいうスター状態の状態ですね。はい。どういうことやねん、どういうことやねん。で、まあ、こっからは秩父の街中をちょっとプラプラしに行こうかなと思うんで、一回秩父の、周辺までちょっと移動しましょうかね。よっしゃ、ほぼほぼ秩父市街地に帰ってきた、帰ってきたとか、やってきました。何ヶ月ぶりやろうな、多分前、100人チャンネル登録者数行きましたぐらいの時ぶりやからな、5、6ヶ月ぶりか。やべ、前まで2ヶ月に1回ぐらい行きよったのにな。よいしょ。まあまあまあ、いろいろしよったし仕方ないね。 SSTR だとか規制だとか、ちょっと道路よ。そこに見える高砂ホルモンは超人気ホルモン店なので、ぜひ皆さん予約して行ってみてください。俺は1回しか行ったことないです。秩父で飲んでて酔っ払った勢いで、向こうの飲み屋で飲んでて、そして隣の人と仲良くなって、実はこの常連なんですよっつって、マジで行きますよ、行く行くっつって、その人入れますあいいよみたいな感じで、すげえスッと入ってたんで、すげえと思いましたね。意図せず、意図しないところで高砂ホルモンに行くことができてしまった。酔っ払っとったって半分味覚えてないけどな。もう一回リベンジしたいな。じゃあ道の駅着いたんで、ちょっと一休憩して街の散策に行きましょうかね。初号のデザートを食いに来たいと思います。こっちの右側が秩父神社なんですけど、この反対側にね、うめえジェラート屋があるんですよ。そこのノンアルコールではあるんですけど、ウイスキージェラートがマジでうまいんで、これみんな食ってください。これは強制です、強要剤です。はい、というわけで秩父散策してきました。市街をね、酒も無事買えました。ついでにいろんなもん買っちゃったんで、今荷物がすごいことになってます。今リュックマジで7、8キロぐらいありますね。まあでもここは日頃筋トレしている私なんで、こんなものはもうね、いくらでもいくらでも担げる。いくらでも、言い過ぎました、すいませんでした。ということで、いつも俺はあと1箇所だけ秩父来た時締めに通ってるところがあって、まあ、そこもうね、もう他のね、某有名 YouTuber さんもね行ってるんで、もうほぼ100の人知っとると思うんですけど、まあ私のルーティンってところで、そこに行きたいと思います。はい、というわけで、そこそこ近くまでやってきましたね。この風景なんか見覚えある人結構いるんじゃないですか。通ったことある人いっぱいいるんじゃないですかね、ここら辺。そう、この高いところからの景色を、すごないこれ。で、この先にふれあい牧場がありますね。そう、牧場があるってことは、ソフトクリームがあるということで、ソフトクリームを3倍アイスクリームして今日は終わりにしたいと思います。3倍じゃないけど1倍、今回は1倍です。前回は最大5倍までいったからな。やってんのか、そもそもやってないな。ちょっと待って、変してます、マジで。終わりだよ、終わりじゃないですか、そんな。悲しすぎやろ、おい、閉まらんが。営業時間16時ぐらいやった気がするんやけど、これ季節の問題かな。まあ寒いしな。
牛さんもちょっと小屋に引きこもっちゃうのかな、仕方ないね。はい、この動画を見て秩父行ってみようかなって思った方はぜひ高評価、チャンネル登録、グッドボタン、またなんか高評価とグッドボタンがね一緒になってるんですよ。もうね頭おかしいんだ、ちょっと脳みそ小学生なんで許してください。改めまして、この動画いいな、秩父行きたいなって思った方はぜひ高評価、チャンネル登録していただければ、励みになるのでよろしくお願いします。後ろの車が煽り気味なのでちょっとどっかで止まります。くそったねくそったね、こんなとこで煽んじゃねえクソボケ。あ、ここで止まろう。行け。さすが足立区ナンバーやな。クソなやつは先に行かして、この動画は以上にしたいと思います。ほらもう膨らみ方のゴミやろ今の。くそだろあいつ、マジ運転の仕方。死ねー。